あのさ、切り抜きでさ、あのまー、あ、ちゃんがさ、なんかあの苦手だった人にスバルあげてたみたいな、スバルとのねエピソードでまー、あ、ちゃんが話してたんだよ。スバルそれめっちゃ覚えててかつスバルは、スバルが誰、まー、あ、ちゃんはね、スバル先輩は多分あのマリンのことももう苦手だったと思うけどみたいな、なんかあのお互いそうだったと思うけどみたいな言ってたんだけどね、もうそれをねちょっとね話していきたい。いや、スバルはホロライブに入った時はアキちゃん以外全員苦手だった。だからまーちゃん安心してほしい。みんな、ま、苦手っつうか、あの何を話してるか分かんなかった。いや、なんか苦手っつうか、なんかその別に話すんだけど、話題とかが何を話してるか、なんか今だったら あのアニメの話かなとか、あのゲームの話かなとか、あ、機材の話かなとか、なんかいろいろわかるんだけど、なんかマジで何の話してんだろうみたいな、なんか苦手っつうか、なんか何の話みたいな。え、そう、なんかソシャゲとかもしてなかったから、で、何の話をしているんだ、ガハハってとりあえず笑っとけみたいな。で、そんな中でもそのアキちゃんだけはすごいなんか近いものを勝手に感じてて、で、しかもアキちゃんは距離感が普通だったの。ホロライブって基本的にみんな距離感めっちゃ近いから、なんか手つないだりとか腕組んだりとか、なんかお腹触ったりとか結構あるんよ。でも今までスバルそういうのがなくて、女の子同士でも手つなぐとかがなくて、あんまり。それでなんかわー距離が近いってまずびっくりしたのが一つ。いやいや、まっちゃんだけじゃないよ、結構ね、ホロライブね、なんかスキンシップ激しいと思うけどな。うん、なんかわかんない、スバルのタイプ、まあスバルがあんまりスキンシップしないタイプだったからかもしれないけど、ホロライブはマジでスキンシップ激しいと思う。でもアキちゃんは距離近すぎないし普通に話せたから、アキちゃん以外はわー何の話をしているんだ、わかんないってな。アキちゃんは全然近くない、最近のが近い。最近はスバルからアキちゃんに寄っちゃうから。まあチョコ戦も話は合う、なんか普通に話せたけど、まあなんか今よか何話してるかわかんなかったな。そう、だからまーちゃん安心して、全員とそんな感じだったよ、スバルは。それでさ、何をねちょっと指さしたかっていうとね、なんかスバルめっちゃ覚えてんだけど、なんか車で移動してて、その時まーちゃんと、なんか空き地みたいなところに神社みたいなのがあったの。え、珍しいと思って、あ、見てって言って、でも神様の住んでる神社に向かって指を指すってこれクソ失礼じゃねって思ったの、ふと。で、あわわ行儀悪いんだって言って指差しちゃって、すいませんっていう、そのスカート直すやつは、え、なんかシンプルに外出してる最中にスカートを託し上げるっていうことをしたことがなくて、 あれはえってなった。外出してる最中にスカートを託し上げるっていうことを人生でしたことがなくて、で、えってなったんだけど、最近はまあそういうこともあるかで流せるようになった。スカートとか、なんかそのなんか自分とちょっと価値観とかなんか考えが違うっていうことだけで、えってなるのもなんかもう違くねと思って、もういいやってなった。